明らか学園中学校、高等学校は、東京都調布市佐世町五丁目にある、私立女子中学校、高等学校。隣接する明らか学園小学校から、女子児童、約20名が進学する。男子マリア会から現行地である、東京都調布市佐世町の1万3千坪の土地を、譲り受け、1949年、カトリック汚れなきマリア修道会が設立される。 1950年3月、行政学園付属、マリアのその幼稚園開園。1955年に公明が明らかに決まり、1957年4月、行政学園付属明らか小学校が開校。1961年1月、学校法人明らか学園が、学校法人行政学園より分離して、独立。1963年4月に、 明らか学園中学高等学校が開校した。中学高校では多文化共生の世界に開かれた品格のある女性の育成を目標としている。球団の行政学園の設立母体であるマリア会とは姉妹関係にある。1学年約160名。2005年度より全学年4クラス編成となっている。創立当初より 英語の明らかと評価されるほど、英語教育に力を入れている。2.4世を実施し、A、数、国は中2で中学課程を終了し、中3、高3の4年間を高校課程と位置づけ、大学入試に対応できる学力をつける。進行者完成。すでに高校胸、小ホールが完成。2006年秋に中学胸、多目的ホール。 図書情報センターが2007年や秋には大小体育館が完成。中学入試のみ。2018年度より今後入試開始を開始し、試験回数は3回。午前は4課、午後は2課。ほぼ全員が4年生大学を希望している。例年現役進学率は国公立総計上地、医学系大学に4割を超えている。陶校の時間帯には、 スクールバスが JR 中央線、西武玉川線武蔵坂駅と京王線国領駅から出ている路線バスの場合、ありがとうございます。